定期試験対策。モアイは語る。一問一答。この動画はテストに出やすい問題と答えをひたすら読み上げていく動画です。再生速度を調節しお使いください。なお、フルテロップですのでミュートでもお使いいただけます。では、始めます。モアイを説明した部分を13文字で抜き出し。人間の顔を彫った巨大な石像。 モアイを作ったのは誰かポリネシア人。それは何を分析して分かったのか、二つ抜き出し。化石人骨、栽培作物。ポリネシア人が5世紀に来たことはどうやって分かったか初期の遺跡から出土した炭化物を測定した。ポリネシア人の食料は何かバナナ、タロイモ、 海の資源。モアイの製造が始まったのはいつ頃か。11世紀。遺跡の数が増えていたことから何がわかるか。人口が増加していたこと。モアイはどこで作られていたか。ラノラ,ラクと呼ばれる石切り場。なぜラノラ,ラクで作られていたか。モアイを作るのに適した柔らかい業界岩が露出していたから。 なぜモアイは陸の方を向けて建てられたかモアイがそれぞれの集落の祖先人や守り神と考えられていたから。モアイを運び建てるときに必要なもの。木の頃、支柱。なぜ筆者はモアイが作られた時代に木材が存在したのだろうという疑問を持ったのか現在のイースター島には、 オーーストラリアかからら最近植栽されたユーカリの木以外に森は全くないからその疑問を解決するためにどんな研究をしたかイースター島の火山港の堆積物を採取しその中の花粉の化石を分析したその研究の結果どんなことがわかったか人が移住する前のイースター島がヤシの森に覆われていたこと 花粉分析の結果分かったもう一つの事実とは何かヤシの森が消滅していったこと。ヤシの森はどんなことに使われていったか家屋の材料、日々の竹木、農耕地を作るため伐採された。なぜそんなことに使われていたのか人口が増えたため。 未完成のモアイ像が260体も発見された理由がわかる一文を探し、はじめの5文字を抜き出し、おそらく森。モアイを作った文明はいつどうなったか。17世紀後半から18世紀前半に崩壊した。森が消滅した結果、島はどうなっていったのか、具体的に説明しなさい。豊かな表層土壌が流出し、 主食のバナナタロイモが作れなくなったのと木がなくなったことで船が作れなくなり魚が取れなくなったため食料不足に陥った森は文明にとってどのようなものか8文字で抜き出し文明を守る生命線現代という時代が異常とあるが何が異常なのか人口の増え方このまま人口増加が続いていけば どうなるか分かれる部分を16文字で抜き出し食料不不足足や資源の不足が向上化するこの文章はイースター島とどこが同じと言っているのか「地球」「どんな点が同じか」「食料不足になるとどこからも食料を運んでくることができない点」「イースター島のようにならないために人類はどうすべきだ」と筆者は述べているか。 今あるこの有限の資源を、できるだけ効率よく長期にわたって利用する方法を考えること。以上で問題終わります。繰り返し使い、高得点を狙っていきましょう。